リー、おー、旅立ちます。というわけで最後の海を楽しみに朝海に散歩に来てます。朝ってすごい冷たいんですね、海水が。波も強くて海に浸かってる人はほとんどいないんですけど、朝の海でのウォーキングの準備したらたくさんいるようです。お昼の便でシンガポールに旅立ちます。ではまた。このこのこのこれ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 、そう、ここのここの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 辺に止まってます。このここのここのここここここ、この辺この辺この辺に止まってます。夜の夜景がとっても楽しみなシンガポールの街です。シンガポールからお伝えしております。じゃあねー、イエーイ。皆さんどこにいると思いますか？ここですよ、ここ、これインフィニティプール、イエーイ。というわけで今から泳げないけどプールに浸かります。羨ましいでしょう、イエーイ。見てください、この景色。今日本人らしき女性2人組に日本語喋ってるとこ聞かれて、1人でなんか動画撮ってね、変な人だと思われました。では使ってきます。なってます、後ろが。またなんか少年にこいつなんだやべえじゃんみたいな顔で見られましたけど、すごいでしょこれ、すごいんですよ、もうすごいんです。あそしてあれ、ここで噴水のイベントやってたんですけど、今ちょっと終わっちゃいました。というわけでこれすごいんですよ。でこういうこうキンキラキンの階段を登って、今からプールに登り込んでいます。このカードを使えるんですね、僕らは。いやすごいですね、盛り上がってます。
というわけで普通の人はあの展望デッキに行くのにすごい並んでお金を払って入らないといけないんですけど、宿泊者はこのカード1枚で展望デッキのプールに行けますというわけで、そろそろ腕がプルプルしてきました。Excuse me.